どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空マイレージプラス購入で 100% ボーナスマイルキャンペーンというのが来ておりますので、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。最近ねこの 100% ボーナスマイルキャンペーンね結構やっておりまして、2020年の12月末ぐらいにもですね確かあったはずなんですけども、その時はですね私が動画解説して終了したねちょっとすぐぐらいでしたので、動画にねしなかったわけなんですけども、またね半月ぐらい置いてですねまた開始されたという風になりましたので、今回ですね動画解説ねやっていきたいという風に思います。ユナイテッド航空のねマイレージプラスに関しては、 ANA のね国内特典航空券がお得にね発券できるということで人気のねマイレージサービスなわけなんですけども、2020年にですね ANA とのコードシェア便であるスターフライヤーとですね、アイベックスエアラインなどが発券できなくなってしまったわけなんですけども、まだね個人的にはお得にね利用できるかなというふうに思いますので、 ANA のね国内特典航空券をお得にね利用されたい方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。それではですね、今回のユナイテッド航空マイレージプラス購入で 100% ボーナスマイルキャンペーンの概要ですね。期間は2021年の1月31日23時59分というふうになっておりまして、米国中部標準時間というふうになっておりますので、日本時間だとですね2月1日の14時59分までというふうになっております。特典についてはですね、購入分のマイルが 100% ボーナスマイルというふうになっております。でですね、最低購入マイルっていうのが設定されておりまして、 100% ボーナスを受けるにはですね一度に4万マイル以上のね購入が必要っていった形になっております。ですので4万マイル未満をですね購入してしまうとですね 100% ボーナスがねつかないっていった形になってしまってですね、私が見た感じだとですね 60% ぐらいまで、ね、落ちるっていった形になりますんで、こちらね注意していただけたらなというふうに思います。でですね、ボーナス前の積算時期に関しては購入後48時間以内にね付与されるっていった形になっております。でですね、ユナイテッド航空のねこのマイレージプラスのキャンペーンなんですけども、公式サイトを概要欄にね載せておきますので、そこからね見ることができるわけなんですけども、マイルをね購入するトップ画面ではですね、なぜかね 75% 表示っていうのがねされてしまうんですよね。これなんでかわかんないんですけども、 75% ボーナスって書いてあるところをまたクリックしていただくとですね 100% の表示に切り替わるっていった形になるわけなんですけども、もしねこの動画見られた方でユナイテッド航空のねマイレージプラスね購入してみようと思ってですね 75% の表示が出たらですね、そのまま購入ページまでね行ってみていただけたらなというふうに思います。そうすればですね 100% ボーナスね出てくるかなというふうに思いますので、こちらもね覚えておいていただけたらなというふうに思います。でですね、今回のキャンペーンなんですけども、おそらくですね全員対象ではないのかなというふうに思っているわけなんですけども、もしかしたらですね 100% ボーナスがつかない方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、このユナイテッド航空のねマイレージプラスの購入キャンペーンっていうのは人によってね分けてあったり分けられてなかったりねしますんで、この点もね覚えておいていただけたらなというふうに思います。それでは次にユナイテッド航空のマイレージプログラムのですね基本情報なんですけども、こちらね不要な方はですね概要欄に時間ね入れておりますので、クリックしていただければですね次の項目飛べるようになっておりますので、そちらからね飛んで見ていただけたらなというふうに思います。まずですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね特典航空券で ANA のね特典航空券を発券することができるんですよね。またですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスだとですね ANA マイルで取る ANA の国内特典航空券よりですね必要マイル数がね ANA マイルと比べるとですね少ないマイルでね発券することができるんですよね。ですのでかなりね人気のマイレージサービスっていう風になっております。まだですね特典航空券に関しては誰にでもね発券することができるっていう形になっておりますんで、 ANA JAL などのようにですね親族でなければ発券できないとかねそういう制約はないんですよね。ですのでお友達などをですね誘
誘って利用するなんてこともねできるっていった形になるんですよね。またですね、マイルの有効期限に関しては無期限っていう風になったんですよね。ですので何年経ってもですね失効することはないっていった形になっておりますので、もしね今回のキャンペーンで購入されたとしてもすぐ使わなくてもですね失効することがありませんので、かなりね利用しやすい点かなっていう風に思っております。でですね、必要マイル数に関してなんですけども、羽田発だと羽田札幌とかですね、大阪発だと那覇札幌とかですね、この距離にして800マイル区間に関してはですね5500マイルでね発券することができるんですよね。まあ、これがですねユナイテッド航空のね強みかなという風になっておりまして、こちらの路線をですね ANA で発券しようとするとだいたいね7500マイルねかかるところなんですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスであれば5500マイルでね発券することができるんですよね。またこの800マイル区間以内のね場所なんですけども、伊丹空港がねメインの方であれば、伊丹空港からですね沖縄も福岡も札幌もですね全てこの800マイル区間以内にね入るわけなんですよね。ですのでどちらにね行かれたとしても片道ね5500マイルでね発券することができるんですよね。ですので伊丹空港ですね、メインで利用されている方はこのユナイテッド航空のマイレージプラスというのはですねかなりねおすすめっていった形になっております。またですねユナイテッド航空のマイレージプラスに関しては軽油便っていうのをね利用することができるんですよね。先日ね私の動画でエポスゴールドカードから JQ エポスにね交換しに行く動画をね出させていただいたんですけども、あの動画でね利用させていただいているのもまさにですねこのユナイテッド航空のですねマイレージプラスで軽油便をね利用したわけなんですよね。羽田空港から那覇に行ってですね、そこで一泊してですね翌日お昼過ぎぐらいのね便で福岡に行ったわけなんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスだとこういう軽油便っていうのもですね選ぶことができるんですよね。またこういう軽油便に関してもマイル数はですね一緒っていった形になりますんで、空港が好きな方であったりですねいろんなラウンジとかね見られたいっていう方はですね結構ね楽しめるのではないのかなっていうふうに思います。私はですねホテルの撮影とかね含めてまたね那覇空港のね ANA スイートラウンジもねちょっと見たかったのでこういった発見をさせていただいたんですけども、個人的にはねかなり楽しかったのでおすすめっていった形になっております。こちらに関してはですねやはり追加マイルもねかからないっていった形になりますんで、経由地でしばらく遊んで本当の目的地に、ね、向かうみたいなねそんな利用の仕方もねできますんで、個人的にはねかなりおすすめかなっていうふうに思っております。でですねユナイテッド航空のマイレージプラスの実際のね発券方法についてはですね個別にね動画出させていただいておりますんで、そちらもね参考にしていただけたらなというふうに思います。またねユナイテッド航空のねマイレージプラスはですね先日2021年夏ダイヤのね ANA の国内特典航空券のね動画出させていただきましたけども、 ANA マイルでね予約する ANA の国内特典航空券っていうのは発売開始期間がね決まっておりますんで、その先っていうのはですね発券することができないわけなんですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスだとですね ANA のねこの販売開始期間以外のところもですね発券することができるんですよね。まあ、これはなんでできるのかはねちょっとわからないわけなんですけども、まあ、おそらくね国際線扱いになってるのかななんていうふうに思っているわけなんですけども、こちらもですねマイレージプラスのね強みの一つかなというふうに思っております。またですねマイレージプラスの特典航空券の発券日当日から20日以内はですね緊急発券手数料ということで、必要マイル数がですねプラス500マイルねするっていった形になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思います。またですね2020年に私経験したんですけども、3連休とかですねありますよね。そういう時に ANA のね特典航空券が満席でねもう利用できないなっていう感じだったんですけども、ユナイテッド航空マイレージプラスだとですね空席があったっていう経験もありますんで、連休とかね繁忙期とかのね発券にもですねマイレージプラスねかなり強いかなというふうに思っております。またですね数日前からまたね当日でも発券できるっていうのはですね強みの一つかなというふうに思っております。それでは次にユナイテッド航空マイレージプラスの変更キャンセルについてなんですけども、変更キャンセルについてはですね搭乗の60日以上前なら75ドル、60
10日以内なら125ドルということで、お金がね結構かかりますんで、発券するのはね慎重にね発券していただけたらなっていうふうに思います。またね発券後24時間以内は手数料無料っていった形になります。またですね、今ねちょっと利用することはできないんですけども、国際線の長距離路線に関してはですね、必要マイル数ねすごい上がるんですよね。ですのでまあ基本的にはですね、国内特典航空券を ANA でね発券するのがいいかなというふうに思っております。とまずですね、長距離路線は必要マイル数がね一気に上がるっていうことだけはですね覚えておいていただけたらなというふうに思います。それでは次に、今回のね 100% ボーナスマイルキャンペーンで実際ねいくらぐらいでね購入できるか試算ねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回のキャンペーンではですね 100% ボーナスを受けるには4万マイル以上のね購入が必要っていうふうになっておりますんで、4万マイル購入でね試算ねしていきたいなというふうに思います。4万マイルね購入すると 100% ボーナスということで、プラスね4万マイルが付与されるっていうふうになりますんで、8万マイルね獲得することができます。購入額はですね込み込み171,136円というふうになっておりますので、1マイルのね単価にすると 2.1 円っていった形になります。マイルのね価値っていうのは基本的に1マイルね2円程度っていうふうに言われておりますので、ちょっとね2円は超えているわけなんですけども、まだねおすすめできる範囲かなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス購入で 100% ボーナスマイルキャンペーンをね解説させていただきましたけども、今はねこんな世の中ですので、すぐね利用するっていうのはね厳しいかなっていうふうに思うわけなんですけども、長期的に見てですね旅行行かれる方であればですね、購入されるのもね悪くないかなっていうふうに思っております。またですね、購入する際はですね、先日の動画でもですね解説させていただいたんですけども、アメリカのねポイントサイトトップキャッシュバックをね経由すると 2.5% のね還元受けられるっていった形になりますんで、購入する際はですねこちらね経由して購入してみていただけたらなというふうに思います。 URL は概要欄にね載せておきますので、そちらねログインしていただいて、検索バーでポイント .com って調べていただくと、その次にユナイテッド航空のですねユナイテッドエアラインパートナーマイルパーチェイスっていうのがね出てくるというふうに思いますので、こちらね経由していただいて購入ねしてみていただきたいなというふうに思います。今回のね 100% ボーナスマイルね獲得するには4万マイル以上のね購入が必要というふうになりますんで、まあ、17万円ぐらいのね決済っていうふうになりますんで、こちらのね 2.5% であれば4200円程度のね還元が受けられるっていった形になりますんで、4200円だったらですねちょっとね捨てるのはもったいないなっていうふうに思いますので、こちらね経由してですね購入ねしてみていただけたらなっていうふうに思います。このトップキャッシュバックのね出金方法に関しては、 PayPal ってありますよね、あちらを経由してですね日本の銀行にですね振り込むこともできるっていった形になっておりますので、こちらもね覚えておいていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとモモホテル、ヒルトンホテルについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。